前方に動画を撮ってるばばしちゃんがいます。キャッキャッキャッキャ言いながら動画を撮ってますよ。めっちゃキャッキャしてる。してる？めっちゃキャッキャしてる。今日は結構綺麗なトラックがいっぱいあるよ。だいたい今日の夜は7割ぐらいかな、パーキング。だ後ろの方は結構空いてるから、まだまだこれから来るのかな。でももうここはあの夜の10時です。多分ね、こういうばばしちゃんが動画を撮ってる姿は撮れないと思います。もうずっと張り付いたままトイレ休憩でトイレに行くのも忘れて動画を撮っております。ここね、何回も来たことあるんですけど、アイオワの80番です。ここがね、みんなトラッカーが入っていく入り口になってます。はい、やっと戻ってきました。ちなみに隣の人はね、これからシャワーをする運転手さんですね。やった。取れたかな？取れた。満足？うん。また後で入る。また後で。わあ。はい、じゃあトイレに行かないと、漏れそう。それでは皆さん後ほどです。はい、ここがね、入り口ですね。右側手にこういう風に、展示してます。ダミーの、ダミーかな、本物かな、これ多分リタイアしたトラックかもわかんないですね。ちょっと近すぎる。はい、こんな感じで中は、ショップになってます。はい、向こうの方でね、またばばしちゃんが撮ってます。一人で話しながら。はい、ここハンドルがね、ステアリングがいっぱい売ってます。で、これは3連というのかな、ラッパがあります。エアラッパで、こっちもね、ステアリングと、でこっちが煙突マフラーですね。煙突マフラーいろんな種類、長いのから短いのまで置いてます。まあ短いので値段もね、これぐらい安いのかな、高いのかな、どうか分かりませんけども。こっちにもね、黒い煙突がありますね。で、煙突につけるための部品がちょろちょろっと。で、こっちにね、いっぱいラッパがあります。
5つのラッパとか3つ4ついろいろ大きいのから小さいのまでね。あでこれがコンプレッサーで、こっちは小物かな。でこっちはね、トラックのフロントグリルですね。これは多分みんなあのシフトの上のボール、多分これがシフトで、あの、ね、上と下に上げる装置ですね。あのエアでトランスミッションの切り替えをする。でこれがみんなあのその上につけるボールかな。こういうのはめちゃくちゃ種類があります。でこっちはねケン・ウォースとピーター・ビルドのーマークがフロントグリルのね前につけるマークがありますね。マークっていうのかな、エンブレムかな。でこっちはペダルで、なんかいっぱいデジタルメーター。あでこれギャスキャップね、鍵ついてて、灯油をね、灯油じゃない軽油かディーゼルを盗まれないようにするためのキャップが売ってます。はい、こっちはね結構小物がいっぱい売ってます。でこっちがね、ヘッドライトですね。いろんな現行の方に合うようなヘッドライトがいっぱい揃ってます。でこちらにねもう1台、ボブテールでピータービルとかね、展示されてますね。でこれねここ普段回転ベッドみたいにね回転中よく日本の狭いところの駐車場の前にぐるりと回転する感じでね床がずっと回転してるんですけど、今日はちょっと土曜日で休みみたいです。これはねめちゃめちゃ明るいですね。みんなテールライトになってます。でこっちがね、反対側でですね。はい、でこれはね、ハンドルカバーですね。まあ種類もいっぱいあります。ここにずらーっとこんだけあります。でこっちは何かな、ライセンスプレートのフレームとかいろいろライト系がねチラチラチカ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 してます。だから壁のねディスプレイもねこんな感じでねずっと大きいですね。はい、でこっちはね、ベッドのコーナーですね。でこれがねこれがベッドのマットレス、これシングルサイズですね。これ普通のサイズです。これがね僕のトラックの後ろのベッドの同じ大きさですね。見た感じよりも
実際の方がちょっと大きいんですけどね、動画で撮ったら小さく見えるかな。でこっちがね、こっちのベッドが小さい方ですね。はい、シーツもいっぱい売ってます。でこっちにねマットレスが箱に入って丸めて置いてますね。でこっちは枕、枕はウォールマートで買った方が安いかな。